いよいよ最終回。この回の先頭バッターはケン。第1球見送ってストライク。第2球投げました、ストライク。第3球打ちました、ヒット。ライト前ヒットになった。ケン、ヒットを放ちました。右バッターボックスは9番モード。第1球初球見送ってストライク。第2球外角低め見送ってストライク。さあ2ストライク追い込んだ。インコース低め見逃し三振。打順は1番に帰ってガラハト。今日はここまで3打数1安打。打ちました、初球打ち、2塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。試合終了、カープ優勝決めました。これまでの努力は
ッターボックスはキューバ、ドーマ。投げました。初球を打った。抜いた。打球が転がっている。ボールは中継。先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でオクタビア、第1球決まってストライク。まずは決めてきました。第2球流し打ち、これは右へ切れていきます。第3球をインコース低め、空振り三振。タンジマントル先制のピンチです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で磯村、初球から打った。レフト前進、抑えた。三塁ランナーはタッチアップ。フリート先制、1対0。マントル追加点のピンチを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で堀江、インコース低めいっぱい、ストライク。カップに放り込んでまいりました。投げました。空振り三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターはオクタビア。第1球インドを際どいか、ボール。第2球打ちました。1、2塁間のゴロ破った。フリート1点入りました。2対0。バッターは6番村上。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。初球引っ張った、ヒット、レフト前ヒットになった。ホームイン。フリートさらに1点追加。見送ってストライク。投球これから2球目。第3球を見送ってボール。次が4球目。内角低め、空振り三振。三振に切って取りました。第1球ボール。第2球インのギリギリいっぱい、ストライク。投げました。3球目ストライク。バッター追い込まれました。次は4球目。見逃し三振。マントル勝ち越しを許すわけにはいきません。ツーアウトランナー2塁という場面で磯村、今日はレフトへの犠牲フライとショートゴロ。チェンジアップに送ってストライク。第3球を1球外してボール。投球これから4球目。見逃し三振。タンジマントル厳しい場面、ピンチです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で堀江。